今回参加したきっかけは、企業の雰囲気が知りたく、理解が深まると思い参加しました。インターンを始める前の経験は、学校の授業の中で C シャープや C プラ、ゲームエンジンは Unity や Unreal Engine ンンを少しだけやっていました。インターンシップの内容は、記事、動画の作成、ゲームの作成です。インターンシップを終えての感想。 朝の掃除や運動をする時間があり、身も心もスッキリとした気持ちで始めることができました。ゲームの作成では期限が短かったため知らないことが多く、調べながら作っていたためテーマが薄くなってしまったことが残念です。知識が足りないなと実感しました。それと気になった記事を一人一人紹介することもしましたが、 普段ニュースや新聞を見ることが少なかったので、ニュースを見るいい機会になり、たくさんの情報が知ることができました。自分の言葉で情報をまとめるので、とてもためになりました。今後も一日一つは記事を調べることを習慣づけようと思いました。<noise>